特殊詐欺の約9割は固定電話にかかっております。そうか、携帯電話なら安心じゃね。もしもし、桜田門殿、携帯の利用規約違反がございまして、違約金と滞納料をお支払いいただかないと裁判になります。裁判？騙しの電話は固定携帯にかかわらずかかってきます。ご用心を。みんなでストップ特殊詐欺。